隊長、あと2時間ほどでオートに到着予定です。さて、緊急の任務とはなんだろうな。やはは、どこかに攻め込むのかな。でも現在はどの国とも戦争状態ではありませんよ。任務の内容が気になるところです。フランを領主から解任したんだ。一大事じゃないと困るぞ。根に持ってるんですか。まあもともとバルディビアの領主は一時的な話だったからな。フランさんは十分に満喫できたのでよかったじゃないですか。大して仕事をしていませんでした。いつか領主に帰り咲いてやるんだ。もう無理だとは思いますけどね。お前たち、おしゃべりはここまでだ。急いでオートに向かうぞ。あれ。ほほほ、久しぶりのマリサ大機関じゃな。今回も素晴らしい開拓の成果でした。マリサ様はやはり天才です。フランだけだったらとんでもないことになっていたぜろ。陛下、マリサ様が到着しました。すぐに一見の間に通すのじゃ。陛下、ここにマリサ大機関いたしました。じじい、天才領主様が最高の町にしたぞ。フランさん、陛下に失礼ですよ。よいよい、フランよ。素晴らしい働きだったぞ。そして他の者もよく頑張ってくれた。もったいないお言葉です。王国の発展に貢献でき光栄でございます。帰還したばかりで大変だろうが、早速次の任務について説明する。次なる任務は、孤島の開拓じゃ。孤島の開拓ですか。また開拓なのかよ。現在ゆっくり王国では、各地の開拓に伴い、鉱物資源が大量に消費されている状況じゃ。現地で生産できないのでしょうか。残念じゃがバルディビアのように、鉱物資源に恵まれている場所が少ないのじゃ。そこで調査隊が王国内を調べたところ、とある孤島に鉱物資源が大量にあることが判明したのです。それでマリサ隊の出番というわけですね。その通りじゃ。その孤島はどこにあるのでしょう。王国の南東にある未開の孤島じゃ。へえ、こんな場所に孤島なんてあったんですか。地図にも載っていない場所ですよ。古くから存在は確認されていたが、火山島で人が住める場所ではなかったのじゃ。火山島ってやばいじゃん。安心してください。現在は旧火山で噴火の心配はないです。それはよかった。今回の任務は火山島を開拓し、鉱物資源を王国本土に輸出することですね。孤島を開拓しその場所を発展させるのじゃ。我々なら楽勝ですね。やることはいつもと変わらないぞ。陛下、我々マリサ隊にお任せください。5日後に孤島行きの船を出発させる。それまでにしっかり準備をするのじゃ。かしこまりました。じじい、そういえばその孤島って名前は何なんだ。言うのを忘れておった。孤島の名前は、アレキパじゃ。アレキパですか。それなら町の名前もアレキパにするか。いいじゃん、隊長、それでは急いで準備を始めましょう。そうだな。マリサ隊、今回も非常に重要な開拓となる。絶対に失敗はできん。頼んだぞ。必ずや開拓を成功させてみせます。陛下、ご安心ください。よっしゃー、それじゃあ準備するぞ。よし、行くぞ。隊長、王都を出発して3日が経過しました。もう間もなく目的地に到着するかと。今回は孤島なので戦闘はないだろう。じっくりアレキパを開拓することができるな。フランさんがおとなしくしてくれるか心配です。まあ採掘でもさせておけばいいだろう。おい、目的地が見えてきたぞ。看板に移動するぞ。あれがアレキパですか。見てください、大きな火山がありますよ。これは楽しくなりそうだぞ。ついに今回の任務が始まりますね。お前たち、いつもの開拓だと思って油断するな。ここは未開の地、しかも火山島だ。予想外のことが起きても不思議ではありません。全力で頑張るんだぞ。我々に失敗は許されません。火山島であろうと素晴らしい町にしてみせます。いざ、上陸だー。よっしゃー、未開の孤島、アレキパに到着だー。まずは活動の拠点となる場所を決める必要がありますよ。隊長どうしましょう。ひとまず島の状況を確認する。島はどうなっている。なんといっても島の中央にそびえる火山です。旧火山で活動はしていませんが、迫力がすごいですよ。キャハハ、この島の象徴だぞ。それと気候は熱帯で、島のあちらこちらに木が生えているな。木があれば建築がかなり楽になるぞ。ふむふむ、野生動物もいるようです。おお、それなら狩猟をしてお肉を入手できますよ。思っていた以上に恵まれているな。南天は島のように分断されているところですか。そうだな、橋を架けないと移動ができそうにないな。地続きだったらよかったんですけどね。まあこの程度なら許容範囲内です。地形も把握できたし建築を開始するぞ。まずは役場から建築を開始しましょう。隊長、建築場所は決められましたか。火山の北側に広いスペースがある。まずはここに役場を建築し、徐々に建物を建築していく。ラジャー。それではこれより開拓を開始するぞ。火山の町アレキパ。誕生だー。やっこい、頑張るぞ。我々で豊かな町にしてみせましょう。マリサ様、まずはどうすればいいでしょうか。開拓なんて初めてで何をすればいいかわかりません。王国から一緒に船でやってきた移民です。確か12名が一緒に来てくれたんだよな。そのうち5名は子供です。最高齢でも22歳か、かなり若いぞ。若い労働者は元気があってありがたいです。お前たち、これより指示は全て私がする。しっかり働くのだぞ。王国の英雄マリサ様がいれば安泰だ。よろしくお願いします。まずは道を敷いていく。その後に家を建築していくぞ。開拓の基本だな。最初なので道は土を固めただけの簡易的な作りとなるがな。コスト無料なのが嬉しいです。道に沿って家を建築していくんですよね。道をどう敷いていくか悩むので、この際完成まで進めるぞ。やはは、隊長は変なこだわりがあるからな。とにかく道が完成したところまで進めましょう。ようやく道が完成したぞ。悩みすぎてリアルで30分くらいかかってしまった。こんなちょっとの道に時間をかけすぎだぞ。めちゃくちゃ悩んでて笑った。最初の道を慎重に決めるのは開拓あるあるです。次は住民の家を建築しましょう。場所は役場の隣にするぞ。確か住民用の家はいくつか種類がありますよね。現在建築できるのはこの2種類だ。へえ、テントと木造の家か。木造の家ならコストは高いですが、税金を取れるようになりますよ。財政面が安定しますね。それなら木造の家を建築した方がいいぞ。持ち込んだ資材で足りますか。安心しろ、初期の建築分くらいなら足りるだろう。なるほど、左上のメニューで現在の資材の在庫がわかるようになっているんですね。コインや石材が十分ありますよ。よっしゃー、それじゃあ木造の家を建築するぞ。今回は今後のことも考えて5軒建築していく。お前たち、建築方法はもち太郎が説明するのでしっかり聞くのだぞ。もち太郎様、よろしくお願いします。じゃあ、ハゲてるけどかっこいいわ。もち太郎大人気だな。本名で紹介してくれるとありがたいんですけど。もうもち太郎が本名になりかけてますよ。確かに。さて建築準備もできたな。どんどん建てていくぞ。皆さん、この図面通りに柱を立ててください。おっしゃー、やるぞ。おお、木造の家が完成しています。すげえ、良い感じの家になってるぞ。色や形がどれも少し違いますね。バリエーションがあって素晴らしいな。この調子で残り2軒も完成させますわ。それと念のため木材確保のため周囲の木を伐採しておくか。木材は必須資材なので常に在庫を確保しておきたいです。そうなると物資置き場も必要になってくるな。そろそろ建築してもいいかもしれません。隊長、どうしましょう。よし、この場所に物資置き場も建築していくぞ。やはは、着々と開拓が進んでいるぞ。まだまだ足りない施設は多いですけどね。お前たち、ひとまず物資置き場まで急いで完成させるぞ。うわー、雨が降り出したぞ。かなり激しい雨ですね。早く止んでくれたら嬉しいんだがな。これは建築が大変です。マリサ様、物資置き場が完成したぞ。おお、ご苦労だったな。かなり簡易的な置き場ですが、最初はこれで十分です。雨が降り出した直後でよかったですよ。今後はこちらに資材や食料を保管してくれ。隊長、それと木造の家も全部完成したぞ。やったー、これで住居問題はクリアした。よし、次は食料問題に手をつけていくぞ。支給性の高い問題です。ここはやはり木の実やキノコを集める方が手っ取り早いですね。ああ、そこでこの山菜採りの小屋を建築する。おお、定番の採取小屋ですか。森林地帯ならそこそこの食料確保が見込めるぞ。ただし、建築場所によって効率がかなり変わってきそうです。これを見てもらえばわかるが、建築場所によって採取効率の数値が変化している。場所選びは重要ですね。おお、ここなら 80% 以上だぞ。この森林地帯の中央が良さそうです。そうだな、この場所に山菜採りの小屋を建築するか。マリサ様、それでは支給建築を開始します。でも山菜だけで食料が足りるのか不安じゃ。住民が少し不安になってますよ。安心しろ、並行して狩猟も開始する。お肉来たー。フランさん興奮しないでください。やはは、イノシシがそこら中にいるので、借りたくておついてきてたんだぞ。まだ勝手に狩猟してないですよね。隊長から怒られるので我慢してるぞ。少し成長してて草。フランさんが本気を出すと、イノシシを一人で全部食べそうですからね。勝手なことをしたら火山の火口に突き落とすからな。あ、安心するんだ。隊長なら本気でやりそうなので自重してください。とにかく狩猟小屋を建築しましょう。隊長、建築場所は山菜採りの小屋の隣が効率がいいですよ。ふむふむ、それならそこにするか。ひとまずはこれで食料は問題なさそうですね。よっしゃー、あとは完成を待つだけだぞ。完成まで少し時間がかかりそうだな。隊長、食料生産を安定させるために農業は開始しないんですか？農業はなるべく早く開始したいですよね。結論から言うとしばらく無理だぞ。なんでだー。農業は役場をアップグレードしないと無理なんだ。役場のアップグレードですか？研究により役場をアップグレードできるのだよ。研究メニューを表示して説明するか。へえ、これが研究メニューか。なんだか色々ありそうですね。せっかくなので研究の最後の項目まで移動させてみるか。ここが最後だぞ。どんだけ研究があるんだよ。驚いたか。これは大変なことになりそうですよ。相当なお金と時間がかかりそうです。やばいぞ。ちなみに農業を開始するためには、このギャザリングホールを研究する必要があるぞ。なるほど。まあ安心したまえ。何せ開拓の指揮を取っているのが私だ。天才マリサ様なら完璧に進めてみせる。そうですね。隊長よろしくお願いします。マリサ様、ご報告です。山菜採りの小屋と狩り小屋が完成しました。せかしたぞ。やっほい、嬉しいぞ。なかなか立派な仕上がりですね。すでに人員は配置され作業を開始しているようです。これで建築予定の建物は全て完成したことになります。よし、資金や資材もあるので次の建築を進めるぞ。それなら次は木材関係でしょうか。さすがは軍曹、その通りだ。このまま伐採するとすぐに木が枯渇してしまう。植林と伐採を兼ね備えた木こり小屋を建築するぞ。いいじゃん。植林すれば永続的に木材を調達できますね。建築場所は山菜採りの小屋の隣とする。効率性 88% なら悪くないです。皆さん、協力して建築していきますよ。うおー、やったるぞ。どんどん建築していきましょう。そういえばここに到着して1ヶ月が経過したな。町というにはほど遠いですが、村っぽくはなってきましたね。お目当ての鉱物の採掘はいつできるんだろうな。まずは生活の基盤をしっかり築く必要があります。そうこうしているうちに木こり小屋が完成したな。やったー。急ピッチで建築を進めたので少し休息しましょう。それがいいですね。お前たち、それなら火山に登るぞ。隊長、なんで火山に登るんですか？これじゃ休息にならないぞ。疲れました。おい、フラン。なんだー。うわー。火口に落ちましたよ。奴は盗み食いを犯した。お前たち、規律を乱す奴は全員同じ目に合わせる。私がこうだ。こうして、未開の孤島は歴史にて、マリサ隊の開拓が始まったのである。果たして、無事開拓は成功するのか。次回に続く。